サミさんに感謝母のさんの歌もうまいよね。言葉がニコ生出身は長え、谷お川前なんかでらしょ。感謝言われんの3お、年過去間ぐにらい食べでてた初めてパじゃンなだい？な。喉乾いた。ついに俺そう、に感謝す前、ることが前認まめた。で、マッチさ酒れた飲んで方喉に、つぶしてうどこうやっん。てスタミ酒ナで死飲だみから雑魚だよっすぎな。て言われ続酒けたんなですんけど、てやつ。わら。スなタミさぜ。んのコーチングを受けたおかげで、今酒が勝役は、日、スタミナ力の弟子だから強いよって、味な方ーに言る。われました。俺の師匠こんなに雑魚だったなんて、マジ？お、徳蔵が正役リー、徳蔵素が晴ら正役しい！は、イカ略、今日も勝っていきましょ成う。長した、さあ、活躍する、読めず、思ったんだ食けべず、ど、はい。4年ときたらちゃんと元感気謝くして。ださ4い、年と感元謝気しくてるっださて。い、元じゃ気くださ喋ってるときい、とか、元利用してるとき、気やめてよ、ガン無視するからさ。元気感謝、なんか、基本、やってるときって、最初の言ってるじゃん。聞いらない人、わけわかんないから。じゃあ、もうぐっちゃになってる、もう、待って。デュオの時は、じゃあ、いや、いろいろと BGM は消すんだよ。俺のそう、ドネートのさ、うん、なんて読み上げあんじゃん。なかなかセンスあるやつおるじゃん。うん、おもれな、みたいな。うん、この、多分みんな聞いてる人はそれを見たいけど、俺のわけわかんない声で、なんかごっちゃごちゃなって、多分何言ってかわかんないみたいな。ただ、スタミが、ただ BGM 流れた瞬間にさ、音楽流れた瞬間に、こうなってる時でしょ、今ドネートが来てるわけよ。そう、それに、うん、はい、センキュードネート、生体もぎ取られ、まふいた。その1ドルは、バイトして、頑張ってバイトして、うん、スタミに、特別に読み上げてほしいコメントかもしれないんだよ。いや、でも、これは、ちょっと待って、この話は気持ち悪くなっちゃう。なんか配信論みたいな感じになっちゃうから、今話すべき話じゃない。この話は気持ち悪すぎる。この話、今すんのは気持ち悪い。クソ感謝しないクソ配信だとは思いませんでした。クソ寄付してクソドネートしてクソサブスクライブはもうやめます。うん、今までクソお世話になりました。あれはありがとうございました。ありがとうございました。サンジさん嬉しいです。クソストか。これは今話すべき話じゃない。配信論みたいな感じだって気持ち悪い話になるから今話さん。じゃあまあなんていうの、スタミナは多分俺のことを思ってあれでしょ、お前のことを思ってってのもあるし、コンテンツの面白さってのもあるの。俺のことを思って、うん、叫んでドレートありがとうみたいな。いや、いける。ナイス。この程度で満足してるなよ。ああ、そっちか、当たりたいな。えっ、素晴らしい。行こう。これコース書いてるから勝てるよ。エコーおらんか、これおらんかーい。あれだ、選挙取れた。うちは菅原くんがやりたい配信をやればいいと思う。やっぱいつも元気なゆうやがいいと思うし、辛いことあったら電話してね。ありがとうございます。ありがとうございます。ここ。ラムス。来ない。素晴らしい。あ、MF だったらなおさら必要じゃない？なんだっけ、俺レボルさんに聞いたんだよな、ドラゴンの優先度。確かマウンテンが一番いらねえって言ってなかったっけ。そうなの？ MF だよ。マウンテンが一番いらねえ。
忘れる。クラウドとそれ以外みんなが何だっけ。ダイポップシャンパンはなんかシャルルして真逆だなっての覚えてんだよな。いらないドラゴンなんてないだろ。シュッフンまではオーシャンクラウドがいい。あ、ここここ、ちょ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 。敵を倒しなさい。いやこれ死ぬか。ナイスヒール。いやオーシャンはなんか序盤の方はいるっつってたな。なんだっけ、パルクスが。そうで20分かなんか中盤らへんは足速くなるやつで、終盤はインファーナルが欲しいってレボルさんは言ってた。まあ俺そう。順調だね、この試合は。こういう時は別にドラゴン触ってもいいんだろうな。ノーリスクってやつ。こっちこ、こっちこ。Thank you subscribe、メアリーさん、メアリー6223、嬉しい、Thank you thank you、リーダーな。Thank you。取っていい？オッケー。あ、おい。アフターショック。やべえやべえ、あパッケージ持ってるわ。パッケージある、パッケージパッケージパッケージ。あでもムンドいねえのか。おおおおおおこの試合は全員強かったな。なんか綺麗にキャリーできたわ。連戦もボロ勝ちしてトップ持ってヘラルド取ってミッド持って。どうだったか昨日の遊びは。まああれですよ、3人に詰められるっていう。何が。俺リアルでなんかそういうネットの活動してるとか言ってないんだよ友達に。で車の中で女2人男1人に、お前将来どうするんって言われて。あれあれだな、俺も記憶あるわ。そのシチュエーションなんか夜の景色見に行ってさ、その後修羅場になったんだよね。何でだよ。なんか何で修羅場になるんだよ。俺何のために呼ばれたのかっていう。まあその男はすごい仲いいやつなんだけど、その女2人はまあクラス一緒でまあちょこちょこ喋ってるみたいな感じのやつ、わかる、うん、そういうやつだと、なんで俺がこのメンツで俺が加わったんだろうなってずっと終始考えて。そもそも疑問だったんだ。まあその男友達は全然なんか遊ぶんだけど、他の女子2人何やねんとか思いながら、突然女1人に電話が入って、彼氏がボロ泣きして今どこいんだとかいう話になって、いやでもまあ静かにしといた方がよくねとか言って楽しい。いやでもいいなその雰囲気、静かにしといた方がよくねの雰囲気いいな。めっちゃいいなその雰囲気。なんか懐かしいわ。完全になんか修羅場になってて、なんか喋りながらなんかめっちゃ言い合ってんの。なんかさ、めんどくさいのもさいいじゃん。あ、まあわかる。二十歳ぐらいの年齢でさ、そのめんどくさいのに巻き込まれるっていうのもちょっとね、青春っぽさある。でさあ、なんかさ、3人がさ、完全に陽キャなわけよ。うん、俺、ニートでさ、もう引きこもりよ。うん、彼氏、彼女の話でめっちゃ盛り上がってんの。まあ、盛り上がるでしょうね。二十歳でしょ、周りの人たちは。俺もいないからね、それ、空気に。陽キャのさ、わかる？言ってる意味。陽キャの喋りはちょっとわからない。ホストみたいなさ、なんか、なんて言うんだろう。話を永遠に続けれるみたいな。どうしても。すごいな。それちょっと、で俺、出会うあんまり、そういうやつとさ、気が合わんのよ、俺は。だからお前とつるんでるから。そういう人と会ったことないね。ほぼほぼ。
だってさ、俺たちはさ、LA の時にさ、友達いなさすぎて、チームラン一緒にやろうぜみたいな話になったじゃん。でさ、ツイッターでさ、大々的に募集したじゃんね。こういう TS があるので、来てください、ヨロですみたいなのをツイッターで募集して、あのね、応募が結構あったんだよ。10件ぐらいやって、一人も俺たちの TS に定着しなかったよね。もうダメなんだ。みんな、いつの間にか、俺たち。話す内容がなんかもう。なんかでも隠居なんだろうな。ダメなんだろうね。話す内容がさ、一人として僕たちの TS に居座る人はいなかったな。本当に一人もだよ。オッケー、十分、いいよいいよ。ああ、それフラッシュ。ああ、ナイス。プロゲーマー。プロゲーマー。ちなみに二十歳の時、家族にどういう目で見られてた？家族に？二十歳の時って言ったら多分あれでしょ、ちょっとバイトしてみたいな感じの時。二十歳って俺何してたっけな。二十歳の時って NA でチムランしてた。お前とやったっしょ。なんか酔っ払いながら、二十歳の誕生日に酔っ払いながらわけわかんないと言ってや。お前、俺は謝った覚えあるわ。クラン戦の時でしょ。そう、クラスタム組んだのに一人だけ突然いなくなるっていうわけわかんないと言いながら、あれスレッシュビックしてボットで突然止まってどっか行って、なんかボットでスレッシュやるのにドラリン買ってボットに行って試合なんだからって途中中断して、次の日謝ったわ。その時ニートでしょ。その時とかフリーター、フリーターだったよね。親とかはマジで放任主義だからね。いける、これいける、いける、イグナイト45秒。本田翼が事務所のバックアップこそあれど選んだゲームが昨日は違う。俺を怒らせたな。芸能人で可愛かったら容赦なんだが、わらわら。いいここです。褒められるもんな。本人主義だけどさすがにバイトはしなよっつって。なんか普通に。親からの目線って言われてちょっと難しいな。人変わらねえ。俺についてこい。何きついの親からの。あ、ま、親からは全くでしょ。親はなんかこういうなんかゲームの活動にいっぱいあるっていうか、うん、姉だね。言ったな、姉がやべえ。結婚式呼ばれ、俺存在しないことになってるからマジで。そんなにそれはきついな。俺さ、なんかちょっとなんか家族のことでなんかあったから、うん、お姉ちゃんから、うん、長女から LINE が来たんだよ。待って、食っちゃえよ、ほら食う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 。ブラッシュないから43。あ、無理、めめめめ。ブランド、その話の続きをすると、うん、突然長女からなんかメッセージを送られてきて、うん、母親がなんか言ったのかなって思って、その内容は別に全然悪いことでもいいことでも特にないんだけど、うん、母親、お母さんの LINE をお母さんと笑いながら一緒に見てたんで、なんか言ったでしょみたいな。で、なんか、みたいな。で、なんか女だけのグループラインがあって、俺んちって、うん、それを笑いながらお母さんが見てたわけよ、うん、なんか言ったでしょ絶対みたいな感じで、うん、じゃあ俺の話がそこであって、あいつはもう知らんって言われて家族だよね。あいつはどうでもいい、あいつはもう知らんって言われて。それ技術感、いやもう俺なんか爆笑しちゃったよね。すごいね。俺家族にそんなこと言われたらダメだな。でその後俺なんかちょっとビクター行って、あーやったなこれ結構。
使えないよな。こういう時あれだ、手が、こういうのは敵ジャングル入ります。全然ファイトして多分勝てるよ今。こういう時はこう視界を取りつつ敵のジャングルに入る。はい。おお、味方がいねえぞ。それはちょっとあれだな。普通もあるけど死んだわ。ムンドいないんだよねこれ。いや大ツローだな。お？ノープ。おお。コーナーで差をつけろ。いや待て待て待て、ムンド遠い、ムンド遠い、グラブしてくる。アリサンドラ入った。いやこっち先。いやバックでいいと思う、バックでいいと思う、バックでいいと思う、バックでいいと思う。バック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 。あーそれ、そちょっと離れてるな。うわー、じゃあナイス。俺カルブマルフィガやったとバズるんだよ。これウルトナイン、これは勝てる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 よ。痛くねえ、なんか。もういけ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 、ナイス。いやこいつ無視。いや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 、ムンドのヘルス切らないんだけどな。やめてこいつだ、守んのは。守んのこいつだ。お前そんな強いのかよ。殺せる殺せる殺せる。いや殺せないか、殺せるでしょ。お前そんな強いのか。怖いな。待って、これ誰とくっつけるの。これマルフォ見ろ、マルフォ見ろ、マルフォ見ろ。それ無理しすぎじゃない。それさすがにだよ。いや、溶かせる溶かせる溶かせるようになったけど、うわナイス、はい、カイサがやばくない。ムンドちょっと無理したな。これもう一個ありに行くべきですよ僕。ちょ、トイレ。そう、俺たちが怖いのはマルファートじゃなくて マスターいいじゃない。なるほど。これを売るとすると、エルダー、エルダー。いや俺ファイマルファイトちょっとどかしてくれたら俺ダメージめっちゃ出るんだよね他のやつらには。マルファイトをどかすってのはちょっと難しい話だよ。ボットしてる、ボットしてる。ここ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 、なんか当たってます。あの、ちょっと待って、もうちょっと分断されてんだけど。シシシシシシ、グライトもかけた。オッケーオッケーオッケー。うわ、まあ、ワードワード。いやこれ、うわカイサゲー。あー終わったかこれ。カイサゲーだ、ジジ。皆殺しの何が悪いんだ。終わったか、ジジだな。俺が皇帝になる。タワーはゴールドで作る。いやでもこれ最後のリサンドラルートつけてたら終わっちゃったよ。あー